堺シュライクスファンの皆様方、ごきげんよう。私シュライクスカメラマンのモジーと申します。本日は雨、しかしシュライクスには雨天練習場が設備されているのです。山の中ですので、しっかりと防寒対策をして出発です。出発進行。なんなん、来るたび道変わってんねんけど、もう余計遅いわ。こんなんなんや、この道嫌になってきた。これこんなんならいらんやぞ。おお、なんかやっと抜けた。やっと着いた。いや、今日の道の選択はね、ひどかったな、グーグル先生。では、頑張ります。怖っ。よいしょ。続けてください。おはようございます。雨ってなんか違うの？別にそんなに変わらない。雨だとピッチャーはせっかくキャッチボールできないですね。かわいくて仕方がないじゃない。きっと。なあ、これの組み合わせってさ、どうやって決めてんの？いつもなんかちゃうような気、同じ人もおるしさ。適当です。適当なの、ほんまに、はい、へえ。今日空いてるみたいな感じで。へえ。これは何の練習なの？僕はヘッドが寝ちゃうんで、ああ、こうインパクトしっかりこう立てれるように、あえて高めを打って強制してます。
ました。決して高めを打つための練習じゃないやん。ではないです。本庄君やったら本当に高めの球打ってるみたいな。長谷君、それはいつも思うねんけど、何の練習なの？これはボールを手で振るんじゃなくて、バット手で振るんじゃなくて、体が先行って。ああ、なるほど、体でってことなんや。俺右手で打つ練習なんかなと思った。体、最初に絶対こっちもやるんですけど、うん、その時は絶対ボールは、うん、そう、上行くよ、ね、だから右上に飛ばす。はあ、イッチーと全く同じやつだもんな。いや、そんなことないです。あ、そうなの？僕オリジナル。心配はそっちの方が。仕事は絶対まっすぐ通す。うん、バットが打ち込むんで、うん、体がいって、バットが無重力になるから、一回下がったのを、バットが無重力なるしなる。あの、スローで見てください。ああ、分かった。分かりました、はい。そういう理論だそうです。はい、ごめんね、じゃあもう。いやいや、はい、あなたのじゃあマイワールドは何をやってやってたの？僕ですか、うん、インパクトを強く振ることだけ。めちゃめちゃ絵描くで上がってる。あ、すごい。あ、すごいの。ローボールヒッター。僕ロース。そう、ぽいよね。そうね、そんな感じに見えました。お邪魔しました。ありがとうございます。楽しかった。はい。えぐいな、これ。エグいよ、エグいよ。なんで？見てないです。見てない、まだ納得してない。あ、そうですか。何が納得してない？なんか今しっくりきてないです。あー、なるほどね、うん、もがいてください、どんどん。はい、はい。セグはすごいと思うよ。うちの丹波すぐ起こんの？いや、こいつもう舐めてます。うちの丹波、ほんま、すぐ起こんの。わーい、バッキー。こんにちは、こんにちは。美しい。こんにちは。ゴール良かったですね。ゴール良かったでしょう。何が良かったのかよくわからないけど。秘密です。はい。なあ、プチ言うじゃない。あ、ピエロめっちゃ良かった。
おお、すごい。さすが体操部。ああ、今もまだ強い。こらえてない。これ来るの分かるもん。え？これちょっと引っ掛けるの分かるもん、投げる前に。分かる。うん。当たれよ。ナイス。いいね。そうなんすよ。ナイス。おお。めっちゃ早くなってるわ。うん、この前3号でした。ああ、すごいな。あ、マッチ3号出た。マジか。けど今のとか、さっき横から見てたけど、やっぱこうなんか、上向くよ、ここは。見てる。うん、悪い時。いやあ、ナイス。ちょっと弱いな。まだ打てそうだな。絶好球、絶好球今の。でも、マキがやりたい、うん、この刺すボールではないで、今の。刺すボールじゃなくて、刺すうん。はい、ナイス球。本庄が初めてユースケに厳しい声を言いました。うまいこと、うまいこと救ってたと思うけど。どこやねん。おー、いいです。スイング。最高。わあ、完璧やったね。最高。よう、よう拾った。よう拾った。おー、今でしょ。おー、ナイスボール。完璧。いがんでもうたけど嬉しかったぞ今のは。いやお見事。最高、最高だったよ。今まで見た中で一番良かったよ。今まで見た中で一番良かったよ。ナイスバッティング。
しやすそうなピッチャーになって帰ってきようかな。いやいやいや、準備できてない。何やおお、いいと思う。おお。なんだ、変化球待てたの。何今、変化球待ち。そうど真ん中ってあれな。いやー、いい球。サイクル。ナイスボールやったよ。喜んでる喜んでる。皆様キャッチング頑張れよ。はい。ナイスコンビ。ナイスボール。おぉんなんでフェア。フェア回ってる。がっつり回ってた。完璧や。ナイスバッテリーやったと思いますよ、お二人さん。楽しそうやったもん。いや、キャッチャーがいいです。うわぁ、頑張るよ。はい、バッピを行って、ちょっと完成。ダメです。何がダメですか。何もかもですね。コントロールもダメです。よかったよね。まあ、まっすぐ良かったっ。そう、まっすぐ良かったよ。気持ち弱いですよ。はい、久保君のバット折ったんですけど。そこ、そう。久保くんに聞いたらもうなんか怒りそうやからちょっと控えててんけど、今聞けそうや。久保くん、久保くん、はい、バット折られた感想は。はい、悔しいです。そうやね、悔しいですとか言って。一番遅いピッチャーから。でも今日4発くらい出てたらな、感覚的に。もうお互い頑張ってね、課題ね、全員。久保くんも頑張ってね。はい、頑張ります。本日は雨天でのキャンプの模様を室内練習場よりお届けいたしました。そしてここまで見てくださったファンの皆様、最後までご視聴ありがとうございました。宮本くん、球が走ってましたね。ナイスバッテリー。毎週更新する予定ですので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録してもらえると励みになります。高評価やコメントもぜひお待ちしております。